はいどうも、ルーでございます。セブンナイツアリーナ実況やっていきたいと思います。はい、アタランテをね、なんとか当てることができたので、アタランテをちょっと使った動画を撮ってみようと思います。で、とりあえずね、40で使ってみようかなと思っております。で、僕は今、防御リーダーになってる通り、弱点でやってみようと思ってます。で、装備に関しては、まあ弱点の闇2つ。で、聖女3。で、状態値取って、弱点とダメージ量を上げて、で、さらに、レイチェルの炎の通常攻撃アップ。これをつけてます。あと、これか。制限の証。で、弱点ダメージ上昇。はい。ちょっと火力寄せにしてます。これだったら、このぐらい積めば、40でもダメージそこそこ出るんじゃないかなっていうふうに思いました。で、弱点にしてる理由が、覚醒打たないと、この子は意味ないんじゃないかなと、思いました。アタランテの視線、これが発動して初めてアタランテの進化が発揮されるのかなと。で、アタランテの視線の対象になったやつから攻撃を受けなくなる。だから2体から攻撃を受けなくなるわけじゃないですか。で、さらに、アタランテの視線が適用されている敵には、通常攻撃が、アタランテの狙撃が発動すると。うん。で、これ、うまく、ね、バネッサと組み合わせたら、あ、違うわ。もともと2回使えるのか。ということは、最大3回使えるんだね。うまく、本当にうまくやればだけど。3回使えたら、もう、やばいだろうね。化け物級だろうね。はい。というわけで、4203、アリーナ入った、マスター部入ったばっかりのところでございます。2727位なんで、まあ、アリムの貫突がいたり、いなかったりするようなランク帯ですね。はい、行ってみます。挑戦じゃねえ、対戦よろしくお願いします。まあ、何言ってんの。アリム48ですね。あ、アタランテワンバックだ。うわぁ、この方は敏捷だけど撃たれちゃいましたね。こっちのスキルですね。いいダメージじゃねえか。あれ、ちょっと、この方に使えちゃいますね、覚醒。感電した。そうだ、寒天があるんだ。来た。誰に食らう？あ、アタランテとプラトン。やばい。もう俺のアタランテ死にそう。一応、アタランテをブブが守ってんだけどね。これ、アタランテの狙撃には、ちょっと関係ないみたいですね。ちょっとやり直していい？ちくしょう。これ、アタランテの活躍を、まあ、見れたら見れたよね。俺のアタランテが活躍してほしいわけですよ。いけ！攻撃回数も申し分ないよね。おっと、よく見たら現実操作を行える人じゃないですか。これリンとタカが現実操作されてんのか。もうこうなると、リンにさっさと覚醒スキル打ってもらわないと。あ、プラトンでもいいか。プラトンの審判で。審判の時だっけ。審判代行か。なかなか打たないんだよね、こいつね。全然審判代行してくれない。倒す前にやってほしい。
あ、来た来た来た。いけー。免疫張って。よし、オッケー。クライム入ってるのかな？こっちが先に出ちゃいましたね。キャー一番ダメなやつ。頼むプラトン。ダメだった。プラトンにはお願いしても叶わないらしい。相手のプラトンいい仕事すんな。よし、後ろ行くんじゃね、これ。行かなかった。残念。アタランテの覚醒がたまんねえんだけど。暗闇になっちゃったら、アタランテの狙撃も役に立たないんじゃないの、これ。2バックのリン強えな。アタランテの、このアタランテの視線っていうのはあれなのかな？あの、ネガティブバフ解除で解除できんのかね？冒険とかで、無理か。あれだ。あの、友達対戦とかで試すしかないね。また使えなくなってもうた。いいダメージ。後ろ行ったらそこそこのダメージ出るね。巻き戻れ。これマジ好きなんだよな、このセリフ。これ天空の矢マジいいね。防御力減少と、今やっぱりデバフってあんまないからね。さあ、アタランテの視線。これ、必中だったらよかったのにね。でも、レベル40でも結構持ちますよ。ちょっと思ったより弱点の効果が発動しなか、はす、見れなかったけど。あら、ちょっと待って。あ、まだいるか。視線を与えたやつがいなくなってんじゃないかと思っちゃった。会心の一撃。これ反撃にした方がいいのかな？ここまで耐えられるんだったら反撃でもいい気がすんな。ちょっと変えてみようか。反撃の聖女持ってたかな？なんか結構、スキル打つのもそうだけど、通常攻撃もっと入れた方がいい印象ですよね。反撃の聖女。ほとんどのやつ外してるか。じゃあ、持ってるかな。面白い。面白いぞ、アタランテ。今悩んでるんですよね。あ、ない。ちょっと待って。絶対あるはず。ある。これシルビア、両手？両手じゃない。両手じゃない？両手っていうか両方装備してるね。
シルビアはボス戦で使うとき反撃じゃない方がいいな。ヒットポイントの方がいいな。すぐ死ぬ。よし。ちょっとやってみよう。防御力はちょっと低いのが気になるが、あと反撃率が 1% 低いのも。あ、同じか。ちょっとやってみよう。で、これ弱点、攻撃10、ダメ、攻撃 10%、あれじゃなくて反撃が上がる方がいいか。反撃上がるやつあるよね、確かね。あの、ジェイブが装備してんだ、今。あ、いいや。外すとあれだから、もう一個持ってるやつにしよう。アリムの、メガネだっけ。アリムの、これか。服飾り。防御服か。これ上がんの。まあいいや。さあ、ちょっと、一致やってみましょう。まあ、いろいろ、思いついて、動画一本の中に、いろいろ詰められて、よかったかな。え？ちょっと待ってよ。ありがとうございます。ちょっと待って。もう試合数残ってないんじゃ、あ、残ってる。びっくりした。元素でしたね。フレンドです、フレンド。現実操作してるやん。会心の一撃。バフ源あるよね。ああ、アリムに当たんなかった。光もいいなと思ったんだけどね。でもどうなんだろうね、バフどっちがいいかね。本当にそこは悩むわ。でも反撃の方が良さそうなのは、まあそんな気がしてる。現実操作消せたね。オッケーオッケー。最初に使いたいのはな、アタランテのスキル、覚醒を先に使いたいんだけど、どうしてもプラトンになっちゃうよね。さあ、強いよ。2バックのリン様。アリムかな？ジェイブに行っちゃうかな？ああ、ダメでした。陣形変わんなかったね。こっちじゃなかった。こっちが使ってたやつだった。ワンバックか。プラトンワンバック。リンかっこいいよね、これね。また暗闇になっちゃったか。持たないな、聖女が。そして今度は、もうすぐ死にそうな感じになってるわ。もうちょっと安定感必要だよね。どうしよっかな。まあアクセサリーでそれをちょっとやった方がいい気がするんだよな。ああ、それか、片っぽだけ反撃にするか。そういうちょっと小賢しい手でいきますか。よいしょ、ラスト。
勝利は待っていても来ない。勝ち取るのだ。コルトか。うん、いけ。回数免疫剥ぐのにはいいんだけどね、コルトにはあんま有効ではないな。よし、いいぞ、コルトに当たれ。当たったと思ったら当たったか。まだ覚醒たまんねえの。これ他のキャラよりそういう風には書いてないか。相手の覚醒ゲージを減少させるか。オーケー。あれまだたまんない。違うか、今使ったのか。プラトンがもういなくなった。さあアタランテちゃん頑張れ。やばいやばい。反撃出ず。チクショ。楽しんでる。これが私の実力。終わりだ。止まったまあベストショットって感じだけどね、止まったところは。まあちょっともうちょっとありそうだな。なんか現実操作とかで当たらんて守りながらとか、現実操作と、どうなんだろうな、ブブ、プラトン外すよね、アリム入れたら。だから、アリムをプラトンのとこに入れて、でブブとアリムでアタランテを守れば、いけんじゃねえかな。反撃でも。どうせ、ダメージ、免疫剥がれちゃったら、なんていうの、もう神なんで、攻撃型なんて。こうやってね、実際、ね、バネッサだってこうなんだから。まあ、ちょっと面白いことができました。うん。もしよかったらね、参考にしてみていただけたらいかがでしょうか。40でもマスターいけんじゃねえかな、アリムとうまく組み合わせれば。うん。というわけで、俺ももうちょっとね、アタランテで遊んでみようと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。